はい、おはようございます。ただいま朝の、5時です。朝の5時に何をしてるかというと、今日は X デーね、先行のハサウェイの公開日です。で、もうね、並んでるのかなと思ったら、並んでます。はい、こんにちは、シャー大佐です。はい、ドレンです。はいはい、今日はですね、はい、楽しみに待った、はい、先行のハサウェイ、先行のハサウェイ、お前ちょっと発音おかしない、ウェイ、はい、青いそれで、その先行のハサウェイを、はい、まあ、いつものことをね、ガンダムの劇場で、はい、ブルーレイと一緒に出るっていうことでね、朝のこれ、今は7時だけど、何時から並んでますか？5時から並んでます。5時からね、はい、この今朝の7時でこれ10人ぐらい並んでるんやけど、みんなこれガンダムだね。ね、はい、すごいよね、ガンダムは。もうずっとね、並んでる間もね、ひたすらガンダムの話しかしてない、ね、またね、これガンダムのお客さんね、これね、みんな立って待ってるから、これ偉いよね。そうですね、すごい、すごい、はい、まあ、おかげさまでなんとか1番をね、はい、ゲットで、さすが地元屋でね、1番取らなあかんね。じゃあ、今からちょっと作戦会議、はい、なんとかブルーレイを無事ゲットできるように、はい、作戦会議をするから。わかりました、はい、じゃあよろしく、よろしくお願いします、はい。じゃあね、今からちょっと作戦会議の方したいんやけど、はい、まあ、こそっと話さないとダメだよね。そうですね、俺らはこれガンダムユニコーンからこういう映画とブルーレイを同時に発売するっていうのをやってきたわけよ。そうですね、はい、で俺らは10年間通い続めて経験してる。もう並びのプロです。並びのプロ、転売屋じゃない。ガンダムを愛してるからこそ、え、はい、こんだけ通い詰めてやってるから、はい、他の普通の一般の人たちより、うん、やっぱりワンランク上の作戦を練らないとダメなわけ。そうですね、ね、はい、でまずこのアピタの、はい、これアピタ、今日はアピタ109、はい、シネマズ109、四日市109シネマズ、109シネマズでやるんだけど、はい、まあ、地元だから構造上はもう分かってるな、はい、でまず気をつけなきゃいけないところ、はい、何やと思う？出遅れるのが一番嫌ですよね。出遅れじゃないだろ。え、まずはまずまずこの問題で、はい、ね、劇場にがオープンするのが朝の9時でしょ、はい、ね、で9時20分に映画が始まるわけ、はい、でその20分間でブルーレイを買わなきゃいけないよね、はい、ね、それを考えるとその20分の間にやらなきゃいけないのはまず何？まずその場所まで行かなきゃいけない、ね、そうですね、まずは売り場に、ね、場所まで行くのに、はい、まず気をつけなきゃいけないのが、はい、エレベーターだよね。そうです、まずエレベーターに乗らないといけませんからね。そう、エレベーターに一番最初に入っていくと一番後ろに行っちゃうんだよね。ああ、なるほど、はい、これ非常に危険、はい、非常に危険。まずエレベーターを入ったらすぐ入り口付近の横にプッと逃げる、ね、これ分かってるよね。もちろんです、はい、これをまずやらなきゃいけない、はい、ね、でかつまず現場に行くよね、はい、5階の劇場に行くでしょ、はい、行きます、はい、とまず
チケットを予約した発券をしなきゃいけない。そうですね、発券ね、はい、発券をした状態でブルーレイが買えるんだよね。これがないとね、うん、やっぱり並び直しになっちゃいますから、ね、並び直しになっちゃう。まず発見をしなきゃいけない、はい、これはどこの劇場でもそうだ、はい、ね、発見しないでそのままブルーレイに並んじゃうやつがいるんだけど、これいつも怒られてるよね。そうですね、これね、まあ、何回も経験してるから、ね、何回も経験で、今回はこれ2人体制だから、はい、まずお前がね、はい、ブルーレイをまず買いに行く、はい、俺が発見をする、はい、でその発見したやつをお前に渡す、はい、で買う、もう最高やろこの作戦。これならもう確実ですね。確実やろね、はい、これ並んでる人みんな笑ってるけど作戦って言ってる割には言ってんじゃねえかみたいなね、はい、これで OK?OK です。分かるよ、はい、やっぱ俺はこの経験者だからすごい長いことこういうことをやってるから、はい、ね、ちょっと頑張って、はい、で後でミネバがこれその模様を撮ってくれるから。分かりました、うん、分かった、はい、はい、じゃあよろしく頼むよ、はい、はい、